ルちゃんの嘘つき。どこに行こう。私のこと放ってあげろ。ホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年アクアプラス。どうもアラヤンです。さて今回は小春と春樹が二人とも友達を失いそうなタイミングからですね。さあ続きいこうか。見たの、昨夜小春が男の人とキスしてるの。すんげえ世間狭いな。何してんの小春。あんた一体何してんのよ。ちょ、さゆり落ち着いて。どうして。やだかね、美穂子、小春が自分の彼取ったって。美穂子ちゃんの彼ではなかったけどな。自分の彼との相談に乗ってるふりして、いつの間にか彼のバイト先にまで乗り込んで誘惑して取っちゃったって。だいぶ持ってんな話。ずっと諦めろってしつこく言ってたから、おかしいって思ってたらやっぱりだったって。何笑ってんのよ。何がおかしいのよ。自分が何やったか分かってんのあんた。だから落ち着いてってばさゆり。小春も逆ギレをやめて。逆ギレ、そっか、逆ギレしてるんだ私。信じられなかったんだよ最初は。けどあの子があんまりにも言うからさ、小春の潔白を証明してあげようってつけたんだ、家まで。あんたに私たちを責める権利あると思う。全部矢田の言う通りだったくせに。確かバイト先からは電車乗って帰るはずなんですけど、よくバレずに最後までつけられたな。ごめんね小春。でもさゆりが怒るの当然だと思う。ハコ、優等生ずらして内心だけ稼いどきながら、裏では嘘つきまくりで親友裏切って男取っちゃって、すごいよあんた。1年間思いっきり騙されてたよ。全員を敵に回しちゃった感じですね小春。矢田さん、ボロボロだった。あなたがそうしたんだよ。もともと小春は美穂子ちゃんのためを思って春樹に接触したんですけどね。その辺は全くなかったことになっちゃってるな。美穂子が私のこと。で、どうするつもり？矢田にどうやって償うつもり？別の人傷つけるから話せないとか、そういうレベルじゃないよねこれ。矢田に、美穂子に少しくらいは申し訳ないって思う心もないのあんたは。小春、なんとか言ったらどうなの。笑うしかないよな、もう。あの教壇に立ってる子、何やってるんだ。一人でじゃんけん。バカバカしくて話になんないよ杉浦。さゆり、もういい。確かにあんたの言う通り話になんない。一気に萎えたわ。もう杉浦とは口聞かないから。話にならないんだからしょうがないよね。さゆり、小春もちゃんと説明するべきだと思うんですけどね。春樹の言っちゃいけない秘密のところは少し隠しながらね、うまいこと話できないものかな。どうしてこんなことしちゃったのか全然わかんないよ。
マーコ、行くよ。私にだって分かんないよ。そりゃそうだ。なんでこんなことになるのか全然分かんないよ。今度はハルキサイドかな。へえ、それでそれで、その後どうなったんですか。それだけ。結局教授にチェックされてボツになった。先輩、それだとオチがないです。だって事実をそのまま話しただけだし。何のためにその話を選んだんです。私に興味持たせようとしたんじゃないんですか。世間話してる場合じゃないと思うけどな。小春はちゃんと春樹にさっきのこと相談しないと余計こじれるんじゃないか。いや、小春が今日会った話なら何でもいいって言ったから。だからって本当にただ今日会ったことを何のひねりもなく話されても面白くないですよ。私を楽しませようって気はないんですか。気を紛らわせたかったのかな。勘弁してくれ。俺にそういうセンスないのは知ってるだろ。それは知ってたけど、ここまで融通の利かない人だとは思ってませんでした。午前1時、日付が変わるちょっと前に小春からかかってきた電話はそろそろ長電話と言ってもいい域に達していた。1時間超えそうなんだからもっと手前の段階で長電話だと思うけど。つまんなくて悪かったな。電話で雑談するの本当に久しぶりだから勝手がつかめなくて。私は用がないのに人に電話したのって初めてかも。だろうな。さっきからなんとなくそう思ってた。これわかります。声が聞きたかったって感じかな。普通用もないのに電話してくる子は用もないのにのべつ幕なし喋りまくるんだよ。なのに小春はさっきから聞き役ばかりだ。そういう相手だったんですね。昔先輩が用もないのに電話してたのは。いらんこと言いましたね、春樹。まあな。3年前こういう無意味な電話を毎晩していた時期があったっけ。あの時は俺の方は楽だった。何しろ彼女は学校での彼女と全然違い、用もないのにのべつ幕なし喋りまくってたから。今はお互い電話をかけるのにも勇気がいるけれど、そしてかけたことを謝ってしまうようになったけれど。怒っちゃいました。何を。私が誰のこと言ってるのか見え見えで。まあ見え見えですね。俺が何を思い出してたのかまでお見通しか。そこで黙っちゃダメだと思いますけどね。ごめんね先輩。だから何を。私の気持ち受け止めたせいで また辛い思いさせちゃって。小春、先輩が元気になりますようにって神様にお願いしておきながらあんなことしちゃったら世話ないよね。それは俺が解決する問題だから小春は気にしなくていいよ。そんな風に言われるとちょっと蚊帳の外みたいでへこみますよね。自分でも苦笑してしまうくらい、よく言うよなセリフが自然と口をついた。その俺が解決する問題からずっと目を背けて小春に守ってもらってたくせに。もう小春からは元気をもらってる。これ以上何もしてもらう必要はない。だから今度は俺が小春に元気を返せればいいなって思う。私は元気なら余計元気になればいい。話を聞いてあげて春樹。先輩、春樹先輩。小春は気づいているんだろうか。1時間ずっと頑張ってきた高いテンションが
いつの間にか涙声でかき消されていることに。リクエストは？会いたいな、会いたいよ。初めからそれ言えばいいのにね。不器用ですね二人とも。土曜な、ちゃんとバイト行くから。昨日会ったばかりなのに、いや会ったからこそいつも以上に触れ合ってしまったからこそか。だから今は話くらいしかできないけど。それでいいです、声だけでも言えるなら。小春が今どんな辛い思いを抱いてるか俺には想像することしかできない。その想像だって果たして現実にどこまで迫れてるか本当は全然分かってない。じゃあ今日のゼミのテーマについて。続けるんですねその話題。何ですかそれは。だって俺女の子と長話できるネタもスキルもないから。もう先輩らしいな。ダメ？そしたら今日食った学食のメニューとか。誰得それ。もういいですゼミの話で。どうせ私も色っぽい話なんかできないし。助かる、それなら何時間でも話せるから。それはそれで迷惑だと思うよ。じゃあ私は適当に相槌打っておきますね。途中で寝ちゃったら勝手に切ってください。わかった。じゃあ。わかっちゃうんですか。だから俺にできることは一緒にいることだけ。一緒にいられないならば一緒の時間を過ごすことだけ。言葉でも声でも息遣いでもいい。小春の疲れた心と体に少しでも染み込んでくれたら。それで教授が言うには。このゼミの話何時間続けたんでしょうね。はい。あーでもこの時代の作品は結局さっき説明した2系統に分類されるんで。でこの作者の場合前期と後期で随分思想が変わってて、要するに何が言いたいかというと。好きです。突然。小春お前今相槌ですよ。なのか。気にしないでください。続きをどうぞ。ああそれで彼の死後弟子たちがその思想を受け継いで。大好きです。結局それからまた1時間小春の適当な相槌はそうやって何度も何度も俺を打ちのめした。ただのろけてる時間を見せられただけですね。1月27日。たかひろ。なあ、たかひろってばよ。なんか悩んでるっぽいね。今の俺に話しかけるな。集中してんだから。お前が授業中に勉強してるの初めて見たぞ。せめて自習中と訂正してくれ。一般受験組は辛いね。クラスの半分がもう推薦決まってるこの付属社会じゃ完全な負け組だもんな。委員長ってのはな、最後尾を守る役目なんだよ。全員が大学という安全地帯に避難するまでのな。いいように言いますね。うまいこと言う。お前せめて面接まで行けてりゃその口車でなんとかなったかもしんないのにな。もう一度言うぞ、今の俺に話しかけるな。勉強頑張ってるんだな。そんなことよりもよ、今クラスですっげえ噂になってんだけど。小春の話ね。三度目を言わせたいか。興味ないか。自分のことで手一杯なのに人の噂にまで構ってられるかよ。そんなこと言ってられるかな。だってお前なあ、もううるせえ何もかも。お前もだけど教室全体が俺をイライラさせやがる。そんなにうるさいなら注意すればいいだろう。
委員長なんだから。俺が注意したってしょうがないだろ。そういうポジションじゃないんだから。何のための委員長。まあ、委員長のくせにいつも率先して騒いでるやつだからね。このクラスには裏委員長がいるだろ、任期1年の。だから俺は安心してバカやってこれたんだし。ちょっとみんな静かにしなさい。ほらな、うちは実習でも隣のクラスは授業やってんだから、人の迷惑考えて。それなんだけどな、もしかしたら今その安全弁は火に油かもしんないぞ。だろうね。なんだそりゃ、ビッチ。いじめ状態だな。言っちゃった、言っちゃったよこいつ。人の迷惑考えろだって。大傑作。人の振り見て我が振り直せっての。昔の人はいいこと言ったよね。静かにして、静かにしてよ。なんだよこれは。うちのクラスいつの間にこんなことになってんだ。委員長、出番じゃないか。お前が人の噂にかまってない間だな。1月30日週末ですね。バイトかな。なあ、やっぱ魔王高原あたりまで足伸ばさねえ。樹氷見れるってよ、樹氷。やだよ、あそこもう東北じゃん。そんな寒いところごめんだよ。じゃあなんでスキー行こうなんて言うんだ。それは確かに寒いところでしかできないですからね。あ、サイバーあたりなんかいいんじゃない。車でも2時間くらいできるでしょう。あんな近場だときっとベタ雪だぞ。それに客も多そうだし。どこも帯に短し、助けに流しだね。なあ、ハルキ、お前ならどっちがいい。それと頼んだ富士宮焼きそばまだ。富士宮焼きそば。なんだそれ。今度はそうきたか。じゃあ、俺は鴨のテリーヌカンパーニュ風で。何がじゃあ俺はだ。もうそのネタ飽きた。ついでに店員を市場で呼びつけるな。他のお客様もいるんだぞ。他のお客様？どこに？みんなの心の中にだよ。ガラガラなんですね。小春は大丈夫か？日曜の閉店間際を少し過ぎた時間、ドリンクバーを何杯もおかわりして粘る迷惑な客でさえ、いつの間にかたった一組しか残っていなかった。というか、さっきラストオーダー終わっただろ。ちょっと帰れよ。従業員の心身の健康のためにも。お前が上がるの待ってたんだよ。春休みの相談しようと思って。明日から期末試験という現実を前に、見事な逃避っぷりだなお前ら。勉強もさっきからやってたって。おかげでお腹がタプタプになっちゃった。それはドリンクバーのせいですね。やってることと結果が結びついてないだろう。というかここで試験対策とかやめてくれ。店の収入に対して迷惑だ。ここで他のお客様に対してって言っとけば、もう少しこっちも反省しようもん。どっちにしてもバイトのセリフじゃないな。相変わらず妙に仲がいいですね皆さん。しまった、こいつらがいつまでも居座ってたせいで他のバイトのみんなはとっくに上がってしまっていた。よう、久しぶり小春ちゃん。元気でやってる？ええ、おかげさまで。付属の子にこんな遅くまで働かせて、鬼だね春樹は。ファミレスの閉店時間って高校生が働いていい時間回ってるんじゃないのか。文句ならここの店長代理に行ってくれ。どれだけ罵倒しても俺が許すから。春樹に小獣人みたいにいじめられて更衣室でしくしく泣いてたりしない？大丈夫ですよ、そんな簡単に隙見せたりしませんから。春樹に隙を見せないって、さすが小春樹って呼ばれてるだけのことはあるね。そんな呼び方してるのは二方だけです。
すっかり帰り支度を済ませた格好で、小春が俺たちに声をかけてきたのは多分そういうプレッシャーなんだろう。けどそんな感情をお首にも出さず、いつも通りそつがなく真面目に、そして明るく振る舞っていた。あ、そういえば先輩、そろそろ戸締まりしないとって、店長代理が。ああ悪い、俺もすぐに着替えて上がるから。佐藤はさっき戸締まりと消灯お任せします、何時まででもどうぞと俺に伝言を残し、さっさと帰ってしまったけどな。小春が気を利かせたんですね。それじゃお先に失礼します、先輩。先輩の部分がちょっとドス効いてる。はい、お疲れ様。ほら、そういうわけだからお前らも。そうだ、小春ちゃんも一緒にどうかな。このメンツで春休みにスキーに行くんだけど。それは怖いメンツだな。え？いいよ。しまった、一人間抜けなくらいに反応が遅れた。正確にはこのメンバーともう一人、春樹の彼女も入れて5人になるけどね。ああ、あなたの友達も連れてっていいよ。いやそれはちょっと。お誘いの内容もお誘いの言葉の内容も小春にとってあまりにもあまりにもな。けど俺たちの事情を知らない人間にとってみたら、ただ気さくな大学生の発言でしかないところが、ちょっと分かってて言ってそうなところはありますけど。スキー苦手ってことはないよね。スポーツ万能って聞いてるけど。この挑発するような誘い方も多分そうですね。2回くらい行ったことあります。まあ自信があるかと聞かれたら、はい。さすが小春。言うね。そういえばテニス部だったんでしょ。夏の大会はどこまで行った？地区大会の4回戦で負けちゃいましたけど。ってことは3回も勝ったんだ、すごいね。まあ私のバスケ部は準決まで行ったけど。何の張り合いだこれ。そこでお前は何対抗意識燃やしてんだよ。ねえ行こうよ、きっと楽しいよ。おい、リオの言うことなんか真に受けなくても。もしかして行っちゃうのかな。ハルキは黙ってなって、私は小春ちゃんに聞いてんだから。春からうちの大学通うんでしょ。大学生活の予行演習ってことで。スキーが？それは本当にちょっと厚かましいだけの親切心なのか、それとも別の意図があるのかはわからなかったけど、ただ小春は完璧に、本当に完璧に、ちょっとだけ考えてにっこり笑い、イオを正面から見据えてはっきり喋った。そんなお邪魔虫はごめんです。身内でしかもカップルだけの旅行に混ざるなんて、わざわざ当てられに行くようなものじゃないですか。いや、カップルは一組だけなんだけど。タケヤ辛いな。そんなとこでまで否定することもないだろう。さっきのやりとりはさすが小春って感じですかね。悪い、遅くなった。なかなか話が切り上げられなくて。終電出ちゃいましたよ、もう。え、休日ダイヤ変わった？嘘に決まってるじゃないですか。ちょっとくらい驚かせないと割に合いません。竹谷と伊代が後ろからついてきてるなんてことないですよね。意味のない腹いせはやめてくれ。冷たいベンチでずっと待たされて体がカチカチになっちゃった。立たせてください。こんなシーン見られたら完全にアウトでしょう。ああごめん。手袋は取って。あ、わかった。ベンチに座って相変わらず恨みがましく俺を見上げる小春に、右の素手を差し出す。冷た。
けわかんないぞそれ。俺の手にしっかり絡ませてくる小春の指は、冬の夜の冷たい風にすっかり凍えていた。先輩が温めるんです。私をこんなに待たせた責任を取って。本当にツンデレさんなんですね。ごめんな。爪の先が暖かくなるまで許しません。暖かくなるより先に家にたどり着くんじゃ。行きましょう先輩。俺が引っ張り上げるまでもなく軽々と立ち上がった小春は、そのまま俺の手を引いてさっさと歩き出す。ただ掴んでいただけの手と手を指と指で全部絡め合うように握り直しながら、にしても突っ込んだなお前。旅行に誘った時はビビったぞ。やっぱりわざとか。あんたの心配してた通りなら何かしら劇的な反応があるかと思ったからね。で、2時間観察してみてどう思った？あの二人目的がそもそも偵察でしたか。わかんない、五分五分だよな。俺もそんな感じだった。駅前で見つかりそうですね。小春って子は前会った時とあんまり変わってなかったな。前から気があると言われればそんな感じだったし。超春樹だった頃を知ってる俺にとってはあれは格段の進歩なんだけどな。いい方向か悪い方向かは別にして。で、春樹の方は、あいつ結構隠せるからな。だから何でもかんでも抱え込むんだけど。だから五分五分ってことか。イオは何を考えてる？何か気になることでもあったか？名前呼んでなかったんだよね彼女。ただの一度も。よく見てんな。呼んでなかったなら問題ないんじゃ。名字も呼んでなかった。前来た時はちゃんと杉浦って何度も呼びかけてた記憶あるんだけど。それはいくらなんでも考えすぎだろうと思うんだけど、なんか不自然に感じたんだよね。ほんのちょっとだけ。女の勘ってやつですかね。ま、とにかくもうしばらく様子見ても大丈夫かな。見つかるなよ二人とも。ついこの間同級生に見つかったところなのに懲りずにやりますね。カル、やだ、もう先輩。いやか。また見られるんじゃないか。そうじゃないけど。ここだと。というか春樹は道端でイチャつくの好きですよね。誰かに見られちゃうかな。困る。私は全然だけど、先輩は。気にしない。嬉しい。先週困ったことになったばかりですのにね。一度唇を合わせてしまったらあとはもう止まることなんかない。別れ際にキスをしない方が不自然なことになり、本当にさりげなく唇を寄せるようになる。そして二度三度と繰り返すうちに、ただ唇を合わせるだけじゃ物足りなくなる。3年前に積み上げていった経験をその時とは違う相手に注ぎ込む。小春の唇が切ない吐息と歓喜の喘ぎを俺の耳に届けるようになった。教室でビッチって呼ばれてんのにな。やがて唇との距離を開いた小春が、
俺の胸にポフッと顔を埋める。ねえ先輩、ん？行くんですか、スキー旅行。そのことよりも自分の学校での立場を相談した方がいい気がするよ。さあどうだろう、実はスキーって今までやったことないし。なら行く前に私が教えてあげましょうか。さっきも言ったけど私結構滑れますよ。それ自体がスキー旅行にならないか。誘ってるってことじゃないの。なるかもしれませんね。しかも今の俺たちの状況だと二人きり以外の選択肢が思い浮かばない。嫌ですか、私とじゃ。そんなわけないって。ありがとうございます。意識してるのかしてないのか、今のぼーっとした表情の小春からはその発言の意図が読み取れない。けど小春、卒業旅行はそのためにバイトしてたんだろ。いけなさそうですからね、今のみんなとは。小春？いえ、そういえばそうでしたね。まだ仲直りできてないのか、矢田さんと。バレちゃいそうだな。小春？先輩、自分の言ったこと、もう忘れてる。え？私が呼ぶまでは、余計な介入しないって。それはそうなんだけど、なんか今の小春のちょっとした沈黙と忘却がもしかしたら何かのサインだったのかもって。それより次はいつ会えますか。試験が終わったらかな。あと2週間も。その代わり大学が春休みに入ったらもう少し時間取れるから。平日でも会えますか。ああ、俺の方はな。そしたら毎日バイトしませんか。私の方も2月に入れば自主登校だから。それはダメだろ、学校サボってバイトなんて。小春が春樹に完全に逃げに行ってますね。せっかく推薦決まってるのに取り消されたらどうすんだよ。わかりましたよ。そんなふてくされなくても。先輩があまりにも理性的だから頭に来てるだけです。本当に理性的だったらこんな風に抱きしめてないだろう。これを道端でずっとやってる勇気。本当に理性的だったらこんな風に激しく唇を重ねたりしない。本能のままに小春の華奢な体を抱きしめて声を上げさせたりはしない。これを道端でやるんだからすごいよな本当に。暑いよ先輩。私猫舌なのに、本当は熱いのダメなのに。それは関係ないでしょう。でも甘いからどれだけ熱くても我慢できる。ううん、熱いのが好きになりそう。熱いのは苦手だけどホットチョコレートは好き的な感じ。甘いのダメなんじゃなかったっけ。この甘さは好きです。そんな蹂躙も愛撫も小春は全てを受け止める。先輩、春樹先輩、好き。これって小春ん家の近所でやってるんですよね。だから俺たちはその激しいキスをやめられない。唇を重ねてる瞬間だけは忘れられるから。こうして唇を重ねるために抱え込んだ裏切り者という立ち位置を。
1月31日。今度は小春サイドかな。ねえねえ、聞いた聞いた、副キャプテンの噂。噂がどんどん飛び火してますね。えらいことになりそうだぞ小春。はい、てことで今回は春樹と小春の2人とも隠れながらイチャついてるっていうね、背徳感の塊みたいな2人の時間を見てきたわけなんですけども、小春の方はかなりやばい雰囲気になってきましたね。それから春樹の方も竹谷と伊代には何かしら感づかれてる感じがするので、お互いね本当に友達みんな失いそうな感じですけども、この先どうなっていくのか次回見ていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。